テディベア、うーふー、ちょっと決まりますね。ごめんなさいね。許してこんなもんでしょ。いやどうも皆さんこんばんは。私が優しいパパ役ダニー・タラーの声を担当している大塚義忠です。よろしくお願いします。おいで。はい、そして私がいつも陽気なコメディアンジョイ・グラッドストーンの声を当てている山寺宏一です。よろしくお願いします。そして私が、明るいお兄たん、ジェシー・オイタンですね、ジェシー役の堀内健雄です。というわけで春からもっと面白く NHK の海外ドラマ大特集、フルハウスだけではなくて4月からますます面白くなる NHK の海外ドラマ、新しく始まるシリーズ、それから引き続き放送するシリーズ、いろいろあるんですよね。はい、その通りです。今日もですね、我々3人が、そういったものをしっかりとご紹介したいと思います。はい、ところでこのフルハウスですけど、放送が今年で3年目に入ります。あっという間でしたね。すごいですね。すごいですよ。いや本当にね、たくさんのファンの方に喜んでいただいて、そうなんですよ。見てください、ファンレターの山、心温まるお便りばかりなんですけれども、その中でちょっと一通紹介させていただきたいと思います。こちらですね、名古屋市のすみえちゃん15歳の方からいただきました。ちょっと読ませていただきます。フルハウスの皆様へ、はじめまして。私は毎週フルハウスを欠かさず見ているフルハウス大好きっ子です。特にジョン・ステイモスさんを一目見た時から寝ても覚めてもジョンのことばかり考えているんですと。そこでお願いがあるのですが、ジョンが来日する日とか、それからもっともっと、素顔のジョンを見れるチャンスが欲しいのです。なんかその辺の情報はありませんか？あったらぜひ教えてください。いや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 、ありがとうございますね。この問題は山ちゃん、あるんです。あるんですか？とっても大情報。すごい。実はですね、なんとこの番組のためだけにですね、我々の取材班が本物のフルハウスファミリー、まあ我々一応偽物というんですが、本物のフルハウスファミリーに会ってきちゃったんです。わー、すごいね。本当すごいですね。すみえちゃん、よかったね。そこでですね、早速ですね、舞台裏を覗いてみようと思うんですね。撮影現場なんかをね、覗いてみましょう。はい、それじゃどうぞ。さて、はるばるフルハウスファミリーに会うためにやってきましたよ。これがロサンゼルスにあるワーナーブラザーススタジオ。いやー、歴史を感じるスタジオって感じだな。はい、あ、これがミシェルとステファニーのベッドルームですね。そしてこっちがリビングルーム。ね、テレビで見るのと全く同じだね。当たり前でしょ。じゃあ、それにしても大きいスタジオだね。出演者はどこかな？あ、ダニーだ。大塚さん、あなたです。あ、僕だ僕だ。こんにちは。このひょうきんな男はジョイですね。その通りです。そして待ってましたよ、我らがジェシー。やっぱりかっこいいな。サンキュー。あなたじゃなくて。あ、君も色っぽくなってる。いやいや、まさに本当の家族のようにアットホームな雰囲気で撮影が進んでるんだな。こんにちは、ジャパン。僕はホッケーが好きで、有名人のホッケーチームにも入ってるんだ。その試合でお金を集めて慈善団体に寄付をしたりね。それと飛行機の操縦かな。ボナンザっていう自家用機でアメリカ中を飛んで回ってるんだ。ウッドチャックは副操縦士でいつも一緒に飛んでるわけ。ありがとう、さよなら。いやー、あの陽気でおっちょこちょいのジョイがパイロットだって、これは我ながら驚きました。でも大丈夫ですかね？でもさ、ジョイのパイロットには驚いたんだけど、子供たちの成長分にはもっとびっくりしたよね。ほんとほんと。このドラマもアメリカでは今年で8年目のシーズンを迎えるんだけど、特に長女の DJ と次女のステファニーの成長ぶりは驚くよね。少女からレディに大変身だもん。ほんとすごいよね。ああ嬉しい、どうもありがとう。やっぱり恋をしてるからかな。彼とはもう5ヶ月になるんだけど、ホッケーの選手だし、カナダに住んでるからなかなか会えないの。はい、私ジョディ、次女のステファニーをやってます。そうね、結構本番の前に何回も何回もリハーサルをやるし、私演技って好きだから、まあなんていうか乗ってやれるのね。すごく楽しいの。そうね、ずっとやりたいわ。できるだけ長くね。ドラマは好きだし、映画の仕事なんかもしてみたいな。そう、将来の夢としては特に目標としてる人はいないけど、好きなのはジョディ・フォスターね。一番好きな女優なの。この仕事は続けたいけど、でももしフルハウスが終わって他の仕事が来なかったら、学校に専念するっきゃないから、多分大学へ行って、その後はまたその時に考えるつもり。
そうか、DJ がめっきり綺麗になったのは恋をしてるからなんだね。うん、ステファニーは意外に現実的だったりしてね。いやいや、それから三女のミシェル、彼女にもびっくり、成長が早いよね。最初に登場したのがなんと生まれたばかりの赤ちゃん、それが今では8歳だもん。うん、実はこのミシェル役はメアリーとアシュレイという双子の姉妹が交代で演じてるんですよね。私アシュレイ。私メリーケイト。背は私が高くて、ここのとこにそばかすがあるの。私はピアノを弾くのが好きで、ダンスも好き。私は乗馬が大好き。見てくれてありがとう。とにかく登場人物もストーリーも愛情いっぱいでしょ。それが人気の秘密だと思うな。僕もこういう家族が大好きだし、なんといっても子供も大人も家族が一緒に楽しめるでしょう。3人の男が3人の小さな女の子たちを育てていくっていうドラマの設定が面白いし、それにいろんな現実的な問題を提起しながらそれを解決するっていうことでも教育的に役に立つと思うんだ。見た後で親子が話し合ったりね。お、ダニーさん歌の特訓ですか。まあそんなとこ。僕はもともとコメディアンなんだ。ステージで漫談をやったり、その中で歌ったりね。うまいんだよ結構。最近はあんまり歌わないけど。あれ、これ字幕出んの？吹き替えなの？じゃあ僕今日本語喋ってるわけ？本当に？すごいな、日本語喋ってるんだ。さすがダニー。さあ皆さん、優しくてかっこいいといえば誰か忘れてませんか？そう、ジェシー役のこの私。あ、いや別に難しいなんてことはねえよ。俺子供は好きだし、ミシェルとはずっと赤ん坊の時からびったし一緒だからさ、仲いいんだ。俺の家にしょっちゅう遊びに来たりして、もう自分の子供と同じようなもんよね。そうだね、俺もこっちじゃ芝居と音楽を長い間やってるけど、本職は芝居の方なんだ一応ね。だけど日本でレコードを出してみたいなとは思ってるんだ。やる気十分さ。俺日本ってすごい好きだしさ、いい話だろ。だからまず日本でレコードを出してどんな反響か見たいんだよな。ヒットするかどうか。やばいよな、やめろなんてお寿司ぶつけられるかも。だけどどっちにしてもまず日本で出してみたいよね。その後できれば日本でツアーをしたり、ファンの人たちと会いたいなと思ってるんだ。必殺のウィンク？危ねえな。ウィンクで殺すわけ？必殺ウィンクか。あ、これでどう？Thank you. We just wanted to send you all of our best wishes and all of our love, and we hope that everything is working out for all of you. And you're more than welcome to stay here in our home. You can all move in here. Our thoughts and our prayers are with you from Full House. We send all our love.